問わず、プロアマ問わず、うん、誰でもウェルカムという形だったんですよ。だからじゃあやってみようかなというね、ということで。もしかしたらっていうのがあったんで、はい、もしかしたら何を走るかね、行っちゃおうかなと思って、はい、で30人選ばれた中で30人が歌うわけですよ、はい、でその後審査員が先生方を別室に行って、はい、で10人選ぶな、10人に選ばれたんですよ、はい、ねえ、その後はよっちゃん来ていただいて応援していただいたんですけど、ね、行かせていただきましたよ。20人きっと20人の歌が上手いじゃなくて若い人、うん、そっか、はい、そうでしたか。だから10人のうちの6人は出てなかったですけどね、はい、出てない、出てない、間違えてからその時歌詞を間違って歌ったんです。俺の歌詞も出てなかったの。10人のうちの中で歌ったんですけど、うん、その歌は途中歌詞間違えちゃって、うん、多分それでカットされた。若い子から最後4人だったよね。4人だったんだよね。はい、10人の中で4人選ばれたんです。そう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 、はい、あ、見てたの BS、 連絡が来たから、連絡が来たから、連絡が来たから、4人の中には入れなかった、入れなかったの。4人は入れない、みんなね、若い人ばっか、大学生、全員30人が歌った後に、あの星田ゆりと一緒にコンビゆるゆるの社長がね、コメントするときに、あの皆さんね、歌っていただきましたけどね、あのただ皆さんカラオケで歌うというようなそういう趣旨じゃなくて、第二の橋幸夫を探そうという会なんですからって言ってね。そうですそうです、カラオケをねただ歌ってるだけっていう意味があったんで、そういうイメージもあったよね、あったよね、はいはい、だって歌詞出てこなくなっちゃったりとかしたら歌えなくなっちゃうんだから第二の橋幸夫を探せっていうことで、そういうオーディション番組なんだから、もうちょっと皆さん心構え、もうちょっとなんとかしてよという意味合いでね、そうですね、夢グループですよね。そうです、あの皆さんね、カラオケ歌いに来てるんじゃないですかみたいなコメントされてね、でもちゃんときちんと歌われてね、10人に選ばれたんですけど、その4人には入らなかったんですけどね、まあ、そんなことを聞いたらね、橋幸夫の歌を1曲聴きたいということで、ちょっとあのリクエストをいただいたんで、時代時代、ね、はい、俺たちの時代で橋幸夫は、そうですそうだよね、いっぱいありますからね、はい、まあ、橋幸夫さんの存在感はもう素晴らしいですもんね。すいません、リクエストして懐かしい曲です、あれから歌いっていうこと、橋幸夫の歌を